い告知です。大根が安い。これまたどういうことかいな。春大根が超安いですよ今。ということでみんなたくあん作らにゃいかん。前紹介した大根のね、つぼ漬け風っていう漬物より全然楽、超簡単、すぐできる、手間いらず、ぜひやってみて。分量をみんなに教えてあげるだけみたいな、そんな動画でございます。大根半分ずつ4分の1切って、これはね、黄色い色がついてない白いたくあんって感じの味、王道の味です。食べやすい。ジップロックの中入れて調味料投入、次の日から食べれます。さあ、チャプチャプにね、水がいっぱい出ちゃいました。なんかね、この水気がもったいないなと思ってきゅうりを追加します。 OK、 これもいけてる。次、こちら中華味です。ちょっと変わってます。これ癖になる味です。5ミリ厚ぐらいのいちょう切りにもう切っちゃいます。で、漬け込みます。調味料こちら、次の日から食べれます。使った後でこれ白ネギみじん切り、まぶします。これね、そのままでもいけるけど、この白ネギまぶすっていうのがね、これね、いい仕事してる。これあった方が美味しい。漬物っていうよりね、これはね、サクサクっと食べれちゃうサラダ感覚のね、お酒のつまみって感じ。これちょっとね、変わり種で美味しい。さあみんな、春の大根、今のうちよ、安いうちに買ってとっとと作ってみて。ということで、小さなお店屋さんのキッチンでした。じゃあねー。